はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社もてなし便の椎根翔です、今回もですね、弊社の試し体験に来ていただいた、森さんのインタビューをですね続けてお送りします。森さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、前回ですね、個人事業主のメリットを伺いました。ということで今回は逆にデメリット、はい、お願いいたします。はい、休んでしまったら収入がないというところです。おそうですね、まあ、怪我とか病気とかそういうのでも、休んでしまったら収入が入ってこないというのはちょっとデメリットな部分ではありますけども、元気な分には仕事ができるので、まあ、でも仕事って多分元気じゃなきゃダメなんですよね。そうです、はい、よく何でしたっけ、体調管理も仕事のうちって、はい、ね、社会人になるといい、ね、そういうことが言われますもんね。はい、そうです、はい、ということはやっぱり元気じゃなきゃダメですね。そうです、はい、分かりました。じゃあまた次回、はい、インタビューの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。